とあの風情があるご飯屋さん行きたいなってことで、なんかカードとかも付けない、うん、あの店行ったんですね。現金で一人で定食食べて、うん、いざお会計の時に財布がなくて、あら財布ないと思って、うん、家にあるのはもう分かってるんですよ、うん、で僕も大事なもん置いとくんで、あとこれ取りに来た時に一緒にお会計しますっつって、ね、はい、で家帰ろうと思って、じゃ家に入れなくて、あれ何で帰られへんのと思って、鍵がないと思って、そうだから僕家の鍵預けちゃって、うわそうなんです、だから入れなくて、もう一回帰って、そうなんです、鍵取れて、そのおかげでそのお店の人ちょっと仲良くなっちゃってうわそれはすごいなって、最近キュウリとか出ますからね